iPhone には iOS 14 から追加されますが、iPad で先行体験しませんか？皆さんこんにちは、水おじさんです。今日は iPhone にはまだできない、 iPad だけでできるちょっと便利な技、しかも今旬な機能をご紹介したいと思います。それはこの間 WWDC2020 で iOS 14用に発表されたばかりのピクチャーインピクチャーです。これ WWDC まとめ動画でも実は私さらっと言ってますが、すでに iPad では可能です。リアルな知り合いで直接これに対して聞かれたので、あ、需要あるのかなと思ってこの動画を撮っています。いやいや、水おじさん、 YouTube はピクチャーインピクチャーできないでしょと思ったそこのあなた、実は裏技的にできちゃうんです。実行した画面はこんな感じ、ドン。うん、いいですね。音声だけにすることも可能です。この音声だけ聞く YouTube の需要結構ありそうじゃないですか。これをね、 YouTube でやるには先ほど言ったようにちょっと通常ではできないんですが、とても簡単です。なのでやり方を覚えてもらうとともに、こんな使い方がおすすめですよというのも話していきますので、ぜひ最後まで見てこの裏技をマスターしていってください。このチャンネルは Apple 製品の最新情報だったり、今回のように裏技の解説、真面目な検証、ふざけた検証などをやっております。ガジェット系最新ニュース、詳細な情報などをチェックしたい方は、ぜひチャンネル登録をして今後の動画でもお会いいたしましょう。はい、それではやっていきましょう。まずピクチャーインピクチャーというものをご説明いたします。 WWDC2020 の画面を見てみましょう。 iOS 14では追加予定の機能です。こんな感じで、これは実は iPad ではすでに実装されています。設定の方を確認しましょう。設定を開いて、ここのホーム画面とドックというところですね。そうするとここにマルチタスクというのがあるので、この中に入ります。はい、そうするとなんとピクチャーインピクチャーがもう iPad にはあります。ここがオンになっているかどうか確認してください。まずはこの設定が必要です。オンになってれば OK です。なってなければオンにしてください。これで設定は完了です。では通常のピクチャーインピクチャーというものがどういうものか見ていきましょう。 Apple TV を開きます。で、例えばスパイダーマンの予告編でも開いてみましょう。はい、予告編が再生されてます。で、これをちょっとタップして、ここを見るとこれです。このマーク、これがピクチャーインピクチャーのアイコンになります。押してみましょう。はい、押すとこのようにですね、右下に隠れます。はい、そうするとここ操作しながらもこの動画を見ることが可能です。で、実はこれはアプリを終了させても続きます。アプリを終了させてみます。はい、この通り動画が表示されたままですね。これがピクチャーインピクチャーです。で、この機能が iOS 14、 つまり2020年秋頃に iPhone でも導入されるということです。で、動画は移動もできます。自由ではないです。4隅ですね。動画のサイズは4種類動画のサイズは4種類設定できます。で、1段階目、2段階目、3段階目、4段階目とこのように変更することが可能です。で、実は音声だけ出してしまうことも可能です。ひょいっと、ここに矢印のとこもう一回押せば戻ってきます。これはどこでも同じです。ここでもいいし、反対側にも当然いけます。はい、で、終了したいときはこれは×ボタンを押せば終わります。はい、これがピクチャーインピクチャー。ただ実際にはね、 Apple TV なんかは映画やテレビ番組が多いので、今みたいに音声だけ聞きたいとかほとんどないと思いますが、これが YouTube だったらどうですか。皆さん超需要ありますよね。では YouTube でのやり方に行ってみましょう。はい、それでは YouTube でやってみましょう。最初に言ったように通常ではできませんが、まずは公式アプリでやってみます。YouTube を起動します。今ちょっと自分の動画を表示してます。で、自分の動画を再生して、動画を下にスワイプすると、実は小画面での表示は YouTube でも可能です。ここまではいいんですけど、アプリを終了すると先ほどの Apple TV とは違って、このように動画ごと終了してしまうんですね。この右画面の右下の画面はなくなりましたよね。なので、公式アプリでは不可能です。はい、ここからが本番です。実現するにはまずサファリを開きます。で、YouTube に行ってもらって、同じように自分の動画の方をちょっと出します。サファリを開いたら YouTube の方に移動してもらいます。で、この YouTube で見たい動画のところまで行って、先ほどと同じ動画、この忙しい人向け WWDC2020 を再生します。はい、 YouTube を再生したら右下の最大化ボタンを押します。はい、そうすると最大化されるんですが、見てください。この左上のマークにさっき見たピクチャーインピクチャーのアイコンが出ています。ではこれを押してみましょう。まずはサファリが生きている状態で、YouTube が再生されてますね。はい、この通り再生されてます。ではアプリの方を終了してみましょう。いきますよ。せーの、じゃん。おーっと、この
まま続きます。なんと続いてしまうんです。例えば YouTube を見たまま Twitter をチェックするとか、 YouTube の買い物情報を見ながら Amazon をチェックするとか、そんなことが可能になります。これ結構すごいですよね。で、当然さっきと同じようにこう4隅移動も可能ですし、画面のサイズの変更も可能です。で、これが結構需要あるんじゃないかなと思うんですけど、この動画だと大したことないですけど、何か作業をしながら音楽、 YouTube だけにある音楽を聴きたいとき、その音楽を再生しながらこれをしまってしまえば、結構これは需要あるんじゃないかなと思ってます。便利ですよね。いや、本当便利だと思います。ぜひご活用ください。はい、今回の技は皆さん役に立ったんじゃないでしょうか。知らなかったという方は今後も必ず役に立つ情報を発信していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。他にもこんな動画上げてます。 iPhone の裏技8選ですけども、 iPad でも通じる技ばかりですので、関連動画や概要欄にも貼っておきます。ぜひご覧ください。それではさようなら。